けましておめでとうございます。お寿司です。はい、田梨です。はい、じゃあ2024年乾杯。乾杯。じゃじゃん、せんべい汁、八戸のせんべい汁でございます。はい、いただきます。わー、すげーうまそう。匂いが美味しそうなんだよ。あ、そうだね。ハフ。なんて？ハフハフ。今夜はね、ピンドンですよ、ピンドン。ピンドン。ピンドン？ピンドン。ドンペリピンクですか？それは、ドンペリじゃなくて、ドンベリ。ピンクのドンベリ。そう、ピンドンだから、ピンドン。はい、おマットさんです。おマットさんです。おマットさんです。旦那飯の時間でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日旦那飯が食べるのは、バレ焼きうどん、おー、さらには、うん、気仙沼ホルモンと、お、はい、うん、本日も美味しくいただけそうです。明るい未来が見えてますね。明るい未来しかありません。はい、じゃあちょっとこっちは湯煎して、はい、こっちの準備しますんでお待ちください。はい、はい、では、はい、本日は、ホリエのレモみかん。レモみかん？うん。こちらさっきオーナーじゃない、副オーナーみたいな方ね。あー、コウジ君？名前言っていいのかな？一応気遣って言ったけど。コウジ君が持ってきてくれたやつね。そう、差し入れでね。うん、その他、ビール。そう、いっぱいもらったんで、こちらを飲んでいきたいと思います。はい、料理してますね。お、切ってきました、今日は。玉ねぎ。はい、お寿司が。あと、お肉も炒めてくださいね。そうですね。忙しいな。料理は段取りだよ。段取り。うん。ういはい、お肉を炒めます、お寿司が。おい、やめろ、勝てよ、お前、旦那飯だぞ、お前。出しゃばってくんじゃねえよ、ほんとに。シャシャリやがって、ほんと。腹立つわ、こいつ。俺も料理できるんだってこと見せないとよ、やっぱりよ。今年は。今年はね。やろうとこだ、俺。あっち、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 あっち。おいしょ。あ、火力調整と大変ですね。うん、大変だよ。やっぱ飯って大変だよ。ご飯作るって。大変大変。あ、そうなんだ。焚き火はあれですか？火力調整が難しいですか？火力調整っていうか、熱っ。これどうやってこれ逆にすればだって焚き火だね、向き。向き。今からでも逆にできんじゃない？あ、頭いいこと思いついてた。俺が向こう行けばいいんじゃね？俺そっち行けばいいんだな。料理は自由だから。あ、これだ、楽ちん。そうだね。あったまいい俺っちゃ。今年の旦那氏、一味も二味も違う。こっち行けばいいんだよ、俺がよ。頭いい、頭いい。さすがだよ、本当に。はいはい、そしたらあ、嘘だろ。水水水水でいける？うん、水で流せばいける。ちょっと笑ってないで。お前ふざけんなよ。新年一発目の旦那飯だろ、お前。しかもちょっと焼けてるじゃん。いける、これ。大丈夫だ。一枚一枚。大丈夫大丈夫。美味しくなあれ、美味しくなあれ。あ、タレ入れてね、タレ。タレね。はい、タレも入れます。今、ツルンって言ったよ、ツルンって。衝撃的だよ、本当に、これ。料理すんなってことじゃないの、これ。あ、うまそう、タレ。うん、うまそうじゃん。茶色いタレは好きですか？茶色いタレ大好き。これ汁気飛ばないこれ。汁気が飛んだら OK。あ、飛ぶまでやるってことね。うん。なるほど。そう、料理って難しいですね。焼きうどんだから。あ、焼きうどんか、これ。うん。うまそうじゃん、これ。ひねりに合わせるね。うん。よし、もうこれ OK でしょ。OK だね。OK だよね。うん。すげえ美味しそう。うん。熱々が好きだから、俺、この鉄板のままいただくわ。うん、あ、なるほど。めんどくさいだけね。ごめんとう。で、こちら、湯煎しといたホルモンね、こちら。気仙沼ホルモンね。気仙沼ホルモン。ホルモン。うん。行ってみますよ。はい。どんな感じだろう。うわ、すんげえ。よし。旦那氏の味方、彩り。彩りをこっちにバラーって彩り。は
はい、完成。おー、素晴らしい。本日の旦那飯は、はい、気仙沼ホルモンと十和田バラ焼きうどんでございます。おー、はい、では実食、はい、いただきます。はい、まずはバラ焼きうどんからね。はい、絶対うまいでしょこれ。間違いないだろうね。いただきます。はい。これはやばい。ん？めっちゃうまい？これはやばい。なんでこれ、そっちのことこんなうめえのしかねえんだろう。青森っちゃやべえよな。やべえ。やべえこれ。感無量ですか？食べたいっすよ。食べたい。はい。じゃあいただきます。はい、どうよ。香ばしい。香ばしい。うん。めっちゃうまい。これめっちゃうまいよね。めっちゃうまい。やばいよこれ。じゃあホルモンもいってみますね。はい。どんな感じなのホルモンこれ。何味だろう。あー。こっち系か。ね、ホロホロ派と、うん、コリコリ派。うん。俺コリコリ派なの。うん。これホロホロ派の人だ。あー。まあ喜ぶ。ホロホロだわ。柔らか。どっちかというと俺、いつ飲み込めばいいのっていうぐらいのホルモンが好きよ。ずーっとくっちゃくっちゃしてんの好きなんだ。あ、それはすぐ飲み込める。これは柔らかい。味はどうですか？美味しい。美味しい以外の言葉は見つかりません。言っちゃう？ホルモンうどん？禁断のホルモンうどん。やばやばそんな食べ方する人いないよ。ローホルにうどん入れるじゃん。うん。あれの。ローホルってローソンの。ホルモンね。うん。あれの上位交換版まずいわけがねえ、これが。たまらん。これマジでうまいな。ね、ほろ酔いで。レモンみかんでね。あー。待って。うん。口の周りが、うん、嬉しい油でベタベタ。あー。ごちそうさま。あ、完食ですか？うまかった、めっちゃ。うまかった？やばいよ、このうまさ。半端じゃねえよ。何食べんの？チョコバット。そこにデザートは欠かせません。デザート早いな、入るの。うん、うまかった、マジで。俺でも作れる。何？こういう、うん。俺でも簡単に作れる。俺でも簡単に作れる。通訳？うん、通訳。美味しいもの？うん。大歓迎です。あ、大歓迎ね。温めるだけ、うん、焼くだけ。焼くだけ、うん。温めるだけ焼くだけ最高です。うん。これはマジでうまかった、本当に。焼きうどんはちょっと難しかった方ですよね。だいぶ難しかったけど。うん、ちなみに言うとね。うん、でも、頑張った甲斐があったよ。このクオリティを食えるって頑張っちゃうよ、俺、さすがに。皆さん。うん。よかったらこちら、食べてみたらいかがでしょうか。マジで、マジでうまい。うまいね。うん。旦那氏おすすめでございます。おすすめですか。はい。じゃあごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。で今日はあ枕ですね。内蔵枕で、うん、早速寝てみようと思います。なるほど。もうあとは各自寒いからね。そう。ぬくぬくしてそのまま寝ちゃうでしょどうせ。あ枕調子いい。いい感じ？うん。はい。じゃあ、おすしこっち向いて、皆さんにおやすみを言ってください。はい。では、皆さん、おやすみなさーい。おやすみなさーい。おはようございます。おはようございます。朝からぶっちらけですね、本当に。今、お片付けしてるんですよ。お片付け。腹減ってるから飯食いてんだって。じゃあご飯ね。はい、わかりました。はい、ご飯しまーす。はい、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。旦那飯はもう仕込んであるんで、はい、このまま乗せるだけです、とりあえずは。はい、何でしょう、それは。教えません。できたらのお楽しみでーす。まずは飯を焚き火にかけまーす。そうです。で、うん、ここで待ってる間に、うん、そうお話ししたいことがありまして、昨日ちょっとびっくりしたことがあって。びっくりしたこと？すんごいびっくりしたことがあって、うん、
夜さ、うん、こもったんですよ、うん、薪ストーブガンガンやってたら、うん、すごい暑いんですよ、うん、ほんでもうこれも脱いで靴下も脱いで、うん、もう俺夏みたいな気分でいたんですよ、うん、そしたらなんとですね、うん、もう寝ちゃいまして、はい、で地震だと思って、うん、地震が起きたと思って目が覚めたのすげえ揺れてると思って、うん、地面がすげえ揺れてると思って、うん、やばいと思って、うん、目覚めたっていうかもう寝ぼけてるから、うん、地震だと思ってたのね、うん、でもなんか意識がはっきりしてきたら、うん、どうやらそれは地震じゃなくて、うん、俺の体の揺れ寒くて、うん、すんごい震えてんの俺夜中の2時夜中の2時だよ2時震えてて起きたのそうシュラフにも何も入ってないからシュラフにも何も入ってないで靴下は脱ぐわこのあったかいやつも脱ぐわでそしたら薪ストーブ消えてるわけだよ、うん、でここもちょっと開いてるわけなんだったら、うん、寒い空気バンバン入ってくるしさ、うん、ひよってただもんねもう本当に生まれたての小鹿よりも多分震えてた本当にえそれは地震だと思って起きたのそう揺れてると思ったからさガタガタガタってなってると思ったのガタガタガタって自分が震えてたのいやマジで怖いと思ってさ今初めて聞いたその話死んじゃうよと思ってさ速攻巻きストつけてさ温まってそのまま寝たんですよ、うん、でそれで終わりだと思うじゃん、うん、終わりだと思うでしょ、うん、そしたら今度朝の4時ぐらいに、うん、なんかゴソ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 頭の上からなんか聞こえんだ音が、うんああおすすめトレーニングでも起きたのかなと思って、うん、4時半ぐらいまでそれが続いてんのいい加減にしろと思って寝れないのっておすすめに聞いたの、うん、そしたらおすすめやっぱ起きてて、うん、いやもう起きたと、うん、あおすすめ4時に起きたそうもう起きたんだって言ってんので今日撤収早めなのよ、うん、うちなるべく早めに撤収するっていう話だったから、うん、いや気合入ってんなと思ってもう4時半からもう起き出してると思って、うん、じゃあおしょうがない俺も起きっかと思ってさ、うん、もう2時から寝て4時半だからねじゃあ起きっかと思って、うんで、薪ストーブまたつけて、うん、こもり始めて、うん、で、5時頃さ、チラッと薪見に行ったら、うん、なんか豚なん食ってんの一人でいや、いいよ、それは別に100歩言ってさ、うん、朝飯取る前にお腹が空いたからって豚麺食べるのは別にいいです、うん、4時半に起きてますからねそうそう、うん、お腹空いたんだなと思って、うん、まあいいべと思って、うん、5時に豚麺食ってで、今度、なんだろう、6時ぐらいかな、うん、空がさ、明るくなってきたから見に行ったの、6時に、うん、そしたら今度寝てんのふざけんなと思ってよ。人のこと4時に起こしておいてよ。でも自分で寝てんのやろってよ。もう新年早々ね、殺意が湧いたよ、俺は。まあ、これが新年一発目の旦那氏のびっくりした話です。なるほど。よりも恐ろしい話でしたね。なるほど。はい。大変でしたね。皆さんも薪ストーブと嫁さんには気をつけましょう。はい。よし、じゃあそろそろいいかなと思われますんで。はい。撮ってみたいと思います。はい。よし。お、やっぱりご飯か。いい感じに炊けてるんじゃないんですか。ああ、すごいいい感じですね。いい感じっすよね。うん。これを、うん。半分はお寿司にあげなきゃいけないの。ああ、そうです。ああ、すごい。ホクホクか？うん。ああ、食欲をそそるいい匂いがしますね。これお寿司の？そう、お寿司。あ、じゃあ持ってこう。あ、いや。はい。開けます、はい、あ、ちちちち、これがご飯です、私のあ、それがご飯あ、ちょっと熱いな、これ無理はしないもう僕、いい年になったんで、無理はしないって気づいたんだ なやってくんない、あ、ちちちやりませんそれでみんな喜ぶって知ってるから、やりません誰がやるか、ほんと今年は視聴者に答えないチャンネルでいきますんであちここだよしよしよし、うん、で、こっちを先におし。あ、二つも温めてたのね。そうだよ。こちらは、はい。ふるさと納税返礼品。うん。この間、小田ちゃんにもらいました。小田ちゃん家にいっぱいあるっていうか、もらったんだよ、ね。そう、このハンバーグめちゃめちゃうまかった、マジで。そう、で、お寿司食べてないか、お寿司用に行ってもらったんだが、このありさまです。うん、俺のものになりました。取られてしまいました。だって湯煎って言ったら俺じゃん、もう。まあね。うん。で、皆さん、こっちに気になってると思うんですけど、うん。こちらが、なんと、シャキーン。ぼっかけ。ぼっかけ？うん。俺もよく知らない、ぼっかけって。牛すじとこんにゃくは甘辛く仕上げた、なんちゃらかんちゃら。そう、絶対俺好きじゃんと思ってよ。神戸のグルメらしい。あ、神戸なんだ。うん。ご飯にかけていく。あ、うまそう。うわー。これはやばい。牛すじとこんにゃくか。そうなんだよ。これはもう完全に俺でしょと思って。え、それ酒のつまみによくない？いや、ご飯でしょ、どんどんよ。ここの、この差だよね。これは白米でしょ、どう見ても。うわー。そしてさらに僕は、はい、ちょっと今ペロッと舐めたら甘かったから、うん、甘辛くしたいんでね、うん、
ちょっと一味入れます。それで甘辛くします、ちょっと。おー。で、最後に、うん。この彩りを添えてあげれば、あら、おしゃれだわ。おしゃれだわ。はい、こちら完成、旦那飯の、ぼっかけご飯とハンバーグでございまーす。いや、うまそうじゃん、これ。では、実食。ででん。はい、いただきまーす。はい。ぼっかけ。あ、いい匂いする。めっちゃうまい、これ。めっちゃうまいわ。おいしい、このハンバーグ一つ食わしてあげるよ。うん。一つ食ってあげるんだ。うん。マジでうまいから、このハンバーグ。はい。うん。おいしい。うまいっしょ、このハンバーグ。うん、めっちゃうまいよ。すごい。手が込んでる味がするね。うん。ソースが美味しいね。デミグラス。ソースすごいって言うんだよ、そういう時。言わねえよ、絶対。言い直し。ソースが美味しいね、これね。そう？なんだ、面白いな。結婚する相手間違った。お前が言うんじゃねえ、パス。ざけんな。はい、ごちそうさまでした。はい。余裕の完食。余裕のよっちゃん。めっちゃうまかった、朝飯が。めっちゃうまかっちゃん。最高。最高ちゃん。最高思いつかなかったんだ。リピートアフタミーですか。同じことばっか繰り返しちゃって。じゃあ次は、お寿司の朝飯ですかね。はい。はい。ごちそうさまでした。はーい。はい、じゃあ、お寿司クッキングのお時間です。お寿司飯。お寿司飯も、飯盒を、火にかけます。今日は何を作るかっていうと、中味噌ラーメン。ラーメン、うん、青森。それは青森のなんか有名な人気のラーメン店のラーメンらしい。へえ。じゃあこちらお湯が沸いたのでラーメンを入れます。あ、野菜は先にこれ蒸しておきました。できる女は違うね。そうなんだよ。茹で上がりましたので盛り付けに入ります。これで食べてもいいんだけど、今日はせっかくね、これラーメンシラカップがあるんで。素晴らしいね。40にもらったやつ。うん。何でもらったんだっけ、これ。何でもらったんだろうね。あれだ、あ、ちょっと旦那氏の誕生日プレゼントだよ。あ、そうだよ。お前それ俺のだよ。今思ったら俺のだって、それ。あれ、私誕生日だったっけ。忘れてたけどさ、それ今普通にお前使ってっからさ、押してもらったんだっけかなと思ってたっけど、俺がもらってるんだよ、それ。押して何でもらったんだっけなと思ったこいつ、そうやってね、人のことをね、完全にね、騙すというかね、洗脳してね、いや、これ私がもらってるんだからみたいな感じでね、何でもかんでも取られちゃうんだよな。なんかこう雰囲気持ってくのがうまいんだよね。そうなんだ、ほんとにすげえ匂いすんね。これ何これ。あ、それ豚麺の入れ物に入れたポテトサラダ。器再利用型ですね。そう、今日の朝起きて豚麺食べてたんで、お寿司コーン好きだから味噌バターコーンでね。味噌バターコーンにしようかなと思って。わあ、なるほどね。うん、で味噌バターだから、わっ、ほらじゃねえ。最高じゃん、こんなにいっぱい入れて、コーンだけに。自分で突っ込まなきゃいけないっていう。この悲しい俺のね。もう食べたいからさ。全然気づいてくんないんだ、伸びちゃうから早くしてよ。はい、じゃあいただきますよ。はい。つまらないダジャレには付き合ってられませんので。ムカつくよな、こいつら、ほんとにな。おー、うまそう。いただきます。ラーメン屋さんで食べる味噌ラーメンあるじゃん。うん。あれと同じ味する。あ、ほんとに、うん、めっちゃうまい。インスタントのくせにクオリティ高い。とは思えないクオリティ。あ、ほんと。あ、そんで米も食うんですね、うん、この人。旦那氏に分けておいてもらった米。炭水化物。うん、美味しい。美味しい？うん。あれ持ってこればよかったな、レンゲ。忘れちゃったな。うん。味噌と野菜が合う。うまっ。レンゲあるよ、寿司。ん？レンゲあるよ。レンゲある？置いてごらん。ん？うん。レンゲ。しゃ。チュッ。
じゃあいらんないよ。迷惑なやつだな。レンゲっていうかしゃもじ？レンゲじゃねえよ。ポッカー見えるでしょ？うん。これ2年ぐらい洗ってないから。何言ってんだよ。ほんまだ。だけね。はい、ごちそうさまでした。全部食べました。よく食ったね。めっちゃうまかった。朝から。うん。この中味噌ラーメンすんごいうまかった。というわけでね、ぼちぼち片付けて帰る準備をいたします。そうね。うん。今日は早めに撤収です。はい。急ぎましょう。はい。ウィーンガシャン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 。ということでね、こちらずーっと、綺麗に、片付けましたということで、では撤収が完了いたしました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、新年一発目のキャンプは。美味しいものがいっぱい食べれて幸せでした。お酒もちょっと飲みすぎました。最高だったね。うん。はい、では綺麗にしたっていうことで、はい、帰りますか。では本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。通知もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。まったねー。まったねー。登録じゃけん。チャンネル登録よろしくで、お寿司は初期を出しました。今年もよろしくお願いします。